今回は痩せるために大切なエクササイズを一つにまとめています。全部見ながらしっかり行ってもいいですし、気になる部位をピンポイントで行うのもありです。痩せるために大切なのが姿勢、体幹、代謝。この3つを意識したメニューを行うことで、今よりも使われる筋肉が増えたり、歩いていてもしっかり筋肉が鍛えられたり、日常的な動きがテキパキ動けたり、そういったことによって少しずつカロリー消費が上がったり、痩せやすい状態を保つことができます。動画を見ながら一緒に頑張ってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。それでは動画を見ながら一緒に頑張っていきましょう。それでは、いきます。スタート。スマホ持たなくていい方は、手のひら上向けて。手のひら上向けると、しっかり肩甲骨が寄るので、背中をね、しっかり使うことができます。つま先とね、かかとで重心取ることで、足裏のバランスが良くなるので、歩き方が上手くなったり、姿勢が良くなったりします。あと少し。はい、 OK です。次は今のを片足で行います。それではいきます。スタート。今度はね、すごくバランスがいるし、あとは片足なので足の指の力がすごくいります。難しいっすよね、両足よりも。足指が疲れてきた。あー、かー、やっぱり横に動くのがね、辛いっすよね。あと少しです。よし、 OK。 今度は反対です。いきましょう。スタート。このね、慣れた足からいきなり反対にするとね、すごくバランス取れにくい感覚になりますよね。しっかり足の指使ってかかとを持ち上げて横に動いてください。ふっふっふっ、少し。よいしょ、バランスがいる。あーあー、危ない。あー、オッケー。それでは、いきます。スタート。5秒したらランジキープです。キープ。なかなかね、これ難しいっすよね。もしバランス崩れたらね、マイペースでもいいです。今5秒ずつ行ってますけど、3秒ずつとか自分のペースでもいいです。結構つらい。まだ半分あります。こうランジの時がね、一安心ですよね。また足上げるとね、緊張感が走る。バランスがいる。よし、あと少しですよ。結構ね、ランジしているこっちの下の足がね、つらい。あ、やっぱこれでキープしてるからね、つらいですよね。よっしゃ、 OK。 さあ、反対足です。頑張っていきましょう。スタート。ああ、反対になるといきなりむずい。よっしゃ、キープ。しっかり低く。よっしゃ。なかなかね、ランジやじろ面白いですね。緊張感がね、安心するんだけどももがつらい。上げると楽なんだけど、緊張しないとバランスが取れない。ふぅ、ももしっかり上げてください。やばい、バランスが。よっしゃー。よし、あと少しですよ。はい。あー、バランスがいる。バランスがいる。よっしゃ。この5秒ぐらいがちょうどいいですね。バランス崩してギリギリ足をつける。よっしゃ。ももしっかり上げて。よし、ラスト。よっしゃ、よっしゃ、あと少し。よーし、オッケー。いきます。スタート。これでね、ちょっとお尻がね、横の方が痛い感じがすれば中殿筋、小殿筋が使われてます。そして出してる足のつま先がしっかりね、外側向くようにしてください。そうすると軸足の股関節開いてる感じがあると思います。この状態でキープです。足をね、ついてる足の横の方が痛ければよく効いてます。で、持ち上げてる足もね、しっかりつま先を開けばお尻痛いと思います。しっかりお尻を締めて、お腹をへこませて、体を上に持ち上げる。上に持ち上げるけど肩は起こしておきます。このいい姿勢でキープ。あと少しです。足の指も力入れて、よーし、 OK です。それでは反対いきます。つま先を開いて、片足前出して、出してる足もつま先開いていきます。スタート。お尻出ないようにお尻締めて、お腹もへこませて、体を上に引き伸ばす感じです。結構辛いですよね。できればね、ついてる足の指力入れて、外側よりも内側に力入れて、つま先を開く。これだけです。毎日やってください。ただね、膝ね、痛くなる方はね、休みながらしてください。つま先をしっかり開いて、あとちょっとです。一回バランスがね、崩れると結構難しいですよね。よし、これ、よし、OK、オッケーです。いきます。スタート。これでね、いろんなね、足をね、動かしながら、つけないようにいろんな動かし方をしてね、お尻をね、使ってください。足上げてるだけでお尻使ってるんで、結構ね、辛いと思います。前足辛かったら曲げてください。このようにね、同じ動きだけでもいいです。体のいろいろ動かしてください。これはね、つらい。前足のハンドストリングがすごい伸びる。あ、下についた。足をね、つけないように。お尻がもうだるい。前足曲げてもいいですからね、こういう感じで。お尻とか伸ばしながら。はい、 OK です。今度は反対足です。同じように1分間足動かしてください。スタート。こんな感じでね、辛い。足をね、こうやって動かしたりとかね、バランス取りながら、足がつかなければいいです。こういう感じでいろいろ足を動かしてください。前足曲げてもいいです。こういう感じでね、体を動かしながら、お尻、股関節使ってください。つらい、つらい、つらい、結構つらい。これ体の動かし方がね、すごくね、上手になってきますんで。体を使って、あと少し。オッケー。いやー、結構辛かったですね。次はおまけとして立ったやじろべ、各足1分ずつついでにやっちゃいましょう。いきます。はい、中腰になった状態で片足伸ばして、いろんな足の位置に動かしてください。これで1分キープです。スタート。いろんなね、足を動かして、足の裏をしっかり使ってください。こういう感じでね、いろいろ体を動かして、落ちないようにバランスをとってください。こんな感じでね、あれ、バランスがね、ちょっと油断したらね、崩れますからね、気をつけてください。あんまりね、油断すると一度崩れてねこけちゃいますから気をつけてください。あれうっせー、こんな感じでいろんな体の動かし方して足裏を使ってください。これでもチームに来るね、これね。ボーリング投げるポーズ。OK! さあ反対です。同じようにいきましょう。スタート。ボーリングを投げるポーズ、これもねすごくねいいんです。足の裏のバランスが取れてお尻が鍛えられて体幹がね身につきますから。スマホ持ったままの方はね、手は動かさずに足だけでもいいです。いろんなね足の動かし方をしてついてる足でバランスをしっかりとってください。危ねえ。どの動きでもいいです。ジャンガ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 ジャーンって多分皆さん知らないと思うんですけど、アンカールーズさんです。ボーリング。ふうふう、あ、お尻にくる。これいいな。おい、危ない。おっちょ、オッケー。それでは、いきます。スタート。これでキープ。スマホは持ってても置いててもいいです。あんまり手でバランス取らない方がいいです。結構ね、これね、辛いですよね。やばい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 。おっ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 。難しい、むずい。ああ、これ1分長い。足の裏がねすごい疲れると思いますが頑張ってキープです。どうですか、キープできてますか。結構ね1分長い。足の裏がもう疲れてきた。指をねしっかりキュッと力入れて、やばい、手を使わない、手をあんまり使わないでキープ。足の裏でバランス、あと少し、もう少し、あっ、オッケー。かあ、足筋疲れる。これは足の裏と指筋が疲れる。さあ反対頑張っていきましょう。スタート。か、腰が痛い、やばい。あ、タートル腰痛注意、やばい。ああ、ほっほっほっほ。どうですか皆さん、1分長い。あ、腰が痛い、やばい。タートル腰痛注意。あ、どうですか皆さん、1分間ちょっとね長いけど腰痛い人無理しないでください。あ、お尻も痛い。あ、どうですか、指力入れるとねちょっと楽になります。ダーン、崩れたー。皆さんどうですか、油断したら崩れた。あああああ、うわあ、くー。お疲れ様でした。全部行えた方、明日はしっかり休んでください。ピンポイントで行った方も様々なエクササイズがある中でのおすすめメニューですので、しっかり筋肉が使えたと思います。頑張ってやってみたよ、辛かったよ、楽だったよっていうのは、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらって、よかったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。